皆さん、おはようございます。あ、まとうがわ、こんばんはですけれども、アリョーナです。で、今日はちょっと特別な動画なんですが、今日私は初めてですね、山の宿泊施設に泊まって皆さんにリポートしたいと思います。で、実を言うと、これを収録するのがですね、実は起きた朝なんですけど、はい、マイル状がありましてですね、オープニングをね、撮ることができなくてですね、今撮っています。はい、で、今日の動画ではですね、こちらの山の施設のですね、夕食だったりとか、あといろいろ面白いところとか、それこそ今から行く朝ごはんだったりとか、ちょっとね、いろいろ順番に皆さんに紹介していきたいと思います。で、繰り返しになりますが、私はこういうところに泊まるのは初めてで、今泊まってるのはね、はい、こちらですね、こちらの明神館なんですけれども、ここって山越えですかって非常に恥ずかしかったんですけど、社長の方とね、昨日たくさん話す機会があって聞いたんですね。ここって山越えですか、ホテルですか。そしたらですね、もともと旅館だったんですけど、今はどちらかといえば山小屋と扱いだそうですね。まあ、旅館でもある、山小屋でもあるっていう面白いところなんですね。山小屋さんよりかは施設があるんですけれども、まあ、やはり山ならではのですね、ところなので、非常に面白い動画になるんじゃないかな、はあ、と思います。寒いね、寒いね、はい、では順番に見せていきます。はい、それでは今日のベッドを作ります。今回泊まるのはですね、アイベアです。そしてこれは私の人生初めてのアイベアです。今回はご覧の通りアイベアの2階になりましたので、この2階の中でですね、これから頑張ってですね、布団をきれいに敷こうと思います。下の段のベッドでしたらね、もう少しスペースがあって、もう少し敷きやすいんじゃないかなと思うんですけれども、私の今回のベッドは上の段ですね。少し狭いですが、きれいに敷こうと思います。ちなみに受付で説明してもらった館内のルールなんですけれども、まずですね、お風呂は8時までです。そして夕食は16時からです。それはみんなが16時からということです。そしてですね、すごい面白いのがですね、実はショートがあります。9時半になれば基本的に部屋の電気とかコンセントとか全部消灯しますので、それまでに電気の必要なご自身の用事を全部済ましてくださいね、というふうな説明を受けましたのでね。まあ、明日の朝もね、結構早い時間に起きる予定ですので、ちょうど9時半ぐらいにね、寝ればいいんじゃないかなと思います。ある程度布団が綺麗になりましたね。こちらの布団の敷き方についてもですね、受付で説明の紙渡されましたけれども、はい、これですね、この通りに今頑張って敷こうとしています。ちなみになんですけれども、夜はですね、暖房が効かないので、布団と毛布どちらも使用してくださいねと言われました。そしてもちろんあったかい服を着てくださいねと。夜は少し寒いかもしれないんですけれども、私はこういう体験が初めてで、非常にですね、寒い夜も楽しみにしています。はい、やっと私の布団ができました。やったー。15分ぐらいで敷きましたけれども、結構疲れたのでお風呂行ってこよっか。10キロも歩きましたので、まずはビールです。本日の夕食はこちらでございます。いろいろありますね。うわー、全部が美味しそう。お鍋もね。そして、はいはいはい、私の念願のイワナもついてます。楽しみ。それでは今日の夕食の要素をこれからは4倍速にてお送りいたします。ビールも大事ですが、お茶ももちろん飲みます。そしてお味噌汁ありますね、美味しそう。お蕎麦もついてます。サラダもついていて、非常にバランスのいい食事ですね。この緑色は何だろう、美味しい。こちらの料理名も分からなかったんですけれども、これもめちゃめちゃ美味しかったです。そして旅館の方が食事の説明をしに来てくださいました。お話がすごく楽しかったです。今日は本当にお腹空いたので、ご飯もたっぷり食べます。そして、はい、イワナちゃんを食べようと思います。
イワナはですね、ものすごく美味しかったです。柔らかくて、この塩の味も本当に非常に相性が良くて大変楽しめました。いやー美味しいよ。ちょうどお鍋ももう少しで出来上がりそうなので、お鍋も食べようと思います。ちなみにこちらのお鍋はとろろのお鍋ですので、最後にこちらのお鍋の中にですね、はい、こういう風にとろろを入れて完成です。本当に美味しそう。お鍋大好き。寒い季節にお鍋より美味しいものはないですよね。最高に美味しい夕食をいただいて眠くなりましたので、一旦ベッドに入りましたけれども、まだ作業が終わってないのであと10分で起きます。はい、頑張って起きました。今からは共同スペースに行って、そこで昇誕の時間まで少し作業しようかなと思います。ちなみに共同スペースもなかなか雰囲気が良くてですね、こういうライトがあったりとか、建物が木造でね、火がついたりとか、はい、本当に気持ちよく過ごせるスペースでございます。こういったようなね、素敵な飾りがあったりとか、そして私は作業もしながら自分で持ってきたみかんをかじっています。ちなみに共同スペースにこんな張り紙があって、明神館のルールが説明されています。で、私はもう少し作業をします。ちなみにあとはですね、実はベランダがあるんですけれども、ベランダに出て星空を見ようかなと思って出るんですけれども、実はですね、気温がゼロに近いです。そして今日の星空は、タラーン、携帯で見えません。それではもうそろそろ寝ましょう。おやすみなさい。時刻は6時13分で、私がやっとベッドから起き上がることができました。やっぱり寒いですし、もう初めての体験だし、朝苦手だから起きるのが非常に大変でしたけど、よし、やっぱ起きなきゃって思った言葉はですね、実は隣のベッドで寝てた女性もね、結構ね起きれなくてですね、そしたらその女性が窓を開けて、その窓を開けた瞬間に、あ、朝焼けしてるって言って、で急にね、1秒くらいで急に飛び上がって、もう飛んでいってしまったんですよね、出口の方に。まあそしたら私もそれを見て、あ、よし、自分も起きなくちゃって思って、先ほど起きることができました。今ね、本当に起きたばっかりで、まだ歯も磨いてなくてメイクもしてないんですけど、朝焼けを見に出て行ってしまいました、外にね。めちゃめちゃ綺麗で、私本当にこれ見るのは人生で初めてですね。で、今泊まってるですね、明神館は実は朝焼けの宿って言うんですよね。そういうことだったんですね。ちょうど出るとすぐに山が見えて、今明神館がね、後ろに見えてるんですけど、すごいな。で、今ね、手袋私はつけてないんですけど、今回持ってきてないので、持ってるのはね、スキー用のやつだけなのでね、結構ね後悔してます。手袋持ってくればよかった。今森の中がちょっと霜っていうんですかね、日本語間違ってるかもですが、朝にね、白っぽいのが木とかにつくんですね。今結構ついてて、それを見てさらに寒く感じています大変だ、本当に寒い。10月27日なんですね。この日時でももう相当寒くなっています。マイナス7になると聞いてます、朝はね。はあ、でも確かに多分マイナスだと思います。
今ね少しだけちょっとやっぱり森の涼しい空気を吸いたいので、あの森の中はね歩いてるんですけど、もうちょっとしたら戻ろうかなと思います。朝ごはんまであと40分ほどあるんですけど、ちょっと準備もあるしね、食べたらすぐにまた山に出発するのでね手がしびれそう。明神館のすぐ横にある明神橋のところに来てますが、ここを渡ると、はい、明神の池があります。今少しだけちょっと様子を見に行こうかなと思います。朝ごはんまでね少し時間があるので。しかしね、今私の目の前に開けてるこれ明神滝ですよね。すっごいねこの朝焼け。あーなんかねやっぱり山ってね言葉を失っちゃうもんなんですね。道の池まで来ましたが、ここで見れた景色が想像を超えました。なんとですね、あ、いたね。今この池の中にね、明神岳が完璧に映っています。綺麗。こうすれば全部映るかなはい、こんな感じで映ってます。すごいね。で、本物は、はい、私の後ろにあります、はあ、そろそろ寒くなってきましたので、ぼちぼち宿に戻ろうと思います。ちょうど朝ごはんもねもうすぐなのでね。それでは朝ごはんの様子もお送りいたします。朝ごはんもなかなか美味しそうですね。洋風なのか和風なのかすごいですね。で、まずはお茶を入れます。暖房がつくのがですね、おそらく朝の5時ぐらいですので、この時間はまだ共同スペースとかはね少し寒くなっています。まあ言うてね、外に比べると全然あったかいんですけれども。ではいただきます。まずは卵からいきましょう。だし巻き卵大好きです。で、今日はですね焼き魚とか、あとネギトロとか白和えとか、いろいろ美味しいものがついています。今日はですね、昨日よりもたくさん歩こうと思いますので、たっぷり食べなくちゃいけません。全部食べましょう。お魚も美味しいね。全部美味しい朝のお味噌汁、すごく体が温まりますよね。最後に大好きなネギトロをいただこうと思います。美味しそうですね。これ本当に毎日でも食べれます。
やはり眠いので一旦部屋でお休みをしました。10分ぐらいかな。はい、朝ごはんも無事に終えて少しだけねベッドで休んで、で今は時刻は朝8時ですが、ま、予定よりは遅いですがだいぶ暖かくなったので、ま、気軽にねこれで山に行けるんじゃないかなと思います。はい、で今日の動画自体はここまでになります。最後まで見てくださってありがとうございました。はい、で続きはですねまた別の動画に出します。今からですね徳沢経由して横尾まで行って、横尾から少しだけね試しで唐沢方面に登ってみたいと思います。初めてちゃんと登る感じなので、はい、私もねどんな感じかはちょっとわからないんですが、ちょっと頑張っていきます。ではありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。この動画気に入りましたらぜひチャンネル登録とはい、チャンネル登録といいねボタンお願いいたします。ありがとうございました。バイバーイ。タランタンタン。はい、横に着きました。